テーマは？テーマも何でもいいっす。まあ、今日はね、SNS ということで、ね、お話ししたんですけど、まあ、その、健康のこともそうですし、その、ウェルビーイングに関すること。そうそう。何でもよろしいって感じですかね。基本、健康保険体育。大人のための健康保険体育なので、もし何か、うんうんうん、はい。あなたのセクシーボイスが、ポッドキャストで配信されても大丈夫という方、ぜひ、挙手の方をお願いします。リスナーさんの方でね、こう、立木さんにこう、質問がある方であったりとか、もう少しこのあたりちょっと詳しく聞きたいなっていうことございましたら、どんなことでも構わないので、ぜひ手を挙げていただいて、質問していただければなと思うんですけども。ね。そこそ立木さんが気をつけてらっしゃる SNS の使い方とかはありますか？あ、俺ね、アシスタント雇いたい、できれば。SNS 専門運用してくれる人そう。俺個人のやつはもう本当に、なんていうかな、そう、ダンバースを元にして、そうやってるけど、でも、バイオハッカーセンタージャパン日本支部、頑張らないといけないから、そう。ちょっとそこは、はい、コンテンツしっかり今後とも配信しなきゃなっていう気持ちです。あ、ちょくちょく上がっていただけましたか、はい、2名上がってくださいましたね。上がってくださってどうもありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。関さん、今日質問用意してきました。わお。聞かないといけない。わお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 。あゆみさん、はじめまして。私、多分、モーニングハウスに、はい、聞かせていただいてたんですけど、お話、はい、するの初めてだと思うんだけど、よろしくお願いします。伺ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日メンタルヘルスのお話だって昨晩のお部屋でお伺いしてたので、ちょっとね、聞きたいことがありました。でも SNS のお話されてたんですよね。いいですか？全然違う。そう、いや、全然大丈夫です。全然大丈夫です。あのね、メンタルヘルスって言うとアメリカでよくその鬱とか、うん、アディクションとかね、そのドラッグアディクションとか、うん、アルコールのアディクションとかになりやすい人って、なんか家系的に、なりやすい家系があるっていうか遺伝的なものがあるっていう話を聞くんですけど、でも私ちゃんとそういうの調べたことがなくて、ちょっと気になってたんですね。私のお友達でも、まあ、ものすごい勉強もできて、運動ももうフルマラソン走ってたりとかね、トライアスロンやってたりするんですけど、もう20代の頃からずっと、その、抗うつ剤、はい、飲んでる子とかがいて、それもおばさんがうつだったし、その家系でいろいろあるし、やっぱそう遺伝的なものだから、まあ飲んでるっていう子がいたりとか、エビデンス的にそういうのになりやすい遺伝子があるとか、家系にずっとドラッグアディクションだったりとか、自殺しやすい家系だったりとか、そういうのってあるんですか？ですね。まあ、日本人そうですね、そもそも。セロトニンの、その、レセプターというか、受容体が、ちょっと、そうですね、他の国の方と比べて、まあ、うつになりやすいっていうデータがそもそもありますよね。で、一概にもこう言えないし、自分は専門家じゃないんですけど、うつ病の方たちの脳内っていうのは、アミン系と呼ばれる神経伝達物質があって、例えば、セロトニンとか、ドーパミンとか、あとノルアドレナリンとか、こう興奮とかおっしゃーとか楽しいとかっていう気持ちがあるやつですよね。でそれを分解する、酵素の量が多すぎるのが、モノアミンオキシターゼ A って呼ばれる酵素があるんですけど、で その抗うつ剤とかはそれのインヒビター、つまり阻害薬がその多すぎたその酵素を抑えてうつ症状を、まあ、バランス取るとかそういうのがあるんですけど、だからその遺伝的にとかでその酵素が生まれつき多いとかっていう人、脳の伝達物質っていうのはやっぱりタイプがあるんですよ。興奮しやすい人とかだったりとか、ちょっとこう比較的リラックス気味のね、それってもうパーソナリティ出てるじゃないですか。だから、まあその遺伝でそういうのもあるんですけど、結局これってケミカルメッセンジャーなんですよ。化学物質がコミュニケーションを脳の中でやってて、じゃあそれをうまくどうやって外からコミュニケーションを取るかっていうと、やっぱり食事とか運動とか睡眠になってくるんですよね。そう。で、さっき、あゆみさんと話してた時に、その、うつ病の人の脳内と、社会的ヒエラルキーの、その、ソーシャルステータスの底辺にいると、自分のことを思ってる人たちの脳内は一緒だっていうお話をしたんですけど、それが、やっぱりその、
さっきの論文でね、日本の引きこもりをこう研究した中では、うん、そういう薬サイコセラピーよりも食事とか運動とかで前頭葉のアクティビティ、うん、脳活動を活性化させる方が治療につながるんじゃないかっていう見解をこう発表してたので、自然派のバイオハッキングを推す立木の答えとしては、うん、そういう人として健康的な生活をしていくことで、むしろそのちょっと私はそういうになりやすいっていうね、今いろんなテクノロジーで、調べられますから、はいはい、そこだけちょっと意識して、あんま無理しないでそういうことを、大事にしようって、うん、思うことが、大切なんじゃないかなと思います、はい、なるほどなるほど。なんかさ、ニューヨークとかだとアメリカでもそうだと思って、逆にやりすぎてる人も多いじゃないですか、食事運動、まあ、睡眠はあれだけど、私のお友達もものすごい気をつけてるし、食事に、はい、で運動もめちゃくちゃしてるんですよ、はい、でな、痛み止め飲んでまであのトレーニングするような感じだから、それは結局ね、それも逆効果ですよね。それ本当にその人は自分自身と戦ってるんですかってところに疑問がありますよね。やっぱりなりたい自分とか、それこそあの一発目で話したインスタとかで自分自身とそのセレブリティとか、あのバキバキの人とか綺麗な人と比べて、こんちくしょうって、いやちょっと誰と戦ってんのって、だからそういう人たちにはまあ見えなくなってるからこそ、もっとそのね、たてきもあやみさんもプロのカウンセラーではないんでわからないですけど、でもそういう考えとか今日のね、ポッドキャストの収録を通じて、あ、そういう視点でそう苦しんでる人たちと、話したりとか接すれば少しは力になれるのかなって思っていただければいいのかなと思います。なるほど、いや勉強になりました。さすが、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい、じゃああやみさん次の方。はい、じゃあ続いて、こんばんは、お話できますか。はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あの、最近よく脳を騙すって言ってダイエットですとか、あと何ですかね、例えばその若返りとかそういうことを言われるんですけど、うん、なんとなくやっぱその脳を騙すという言い方が正しいのかどうなのかわからないんですけど、私なんかすごい風船みたいに痩せたり太ったりするんですね。でなんか どうもその自己管理が悪いのか、夜帰ってきてストレスがすごく、ストレスっていうか疲れてたりとか、そういう時にこうなんかこう過食症になっちゃったりするんですよね、はいはいはい、そういうのってなんか脳を騙すっていうか、ちょっと言葉がそうではないのかもしれない知れないんですけど、何か立木さんアドバイスいただければと思って。はい、脳を騙すという表現とちょっとアップダウン、はい、ヨーヨーダイエットになってしまうということですよね、まず、あなたのせいではないです。それはその脳を騙すっていう表現は確かに、乱暴な表現かもしれないですけど、はい、間違ってはいないかなっていう、はい、自分の中ではちょっとグレーな感じですし、すごいキャッチーな話ですよね。でもその表現してる方がちゃんと全体像を説明しているかどうかによりますね。その前後関係、コンテクストによります。でそもそも女性の方っていうのはですね、これあやみさん、ちなみにななみさんとの第2回目の、まあ、テーマは今日はメンタルヘルスでしたけど、女性の健康保険体育を扱おうと思いますの でそれにちょっと、はい、カバーする、話なんですけど、昨日の、音声メディアのお部屋でもちょっと話したんですけれど、先ほどそのメンタルヘルス、まあ、うつとか、社会的、地位が下にいる人 その脳内の状態が一緒っていうのは、これはその脳の中の伝達物質の割合とか活性化してるところとかの不バランスによって起こるじゃないですか。で、特にこれが起こるのが女性なんですよ。なぜかっていうと、ホルモンバランスが崩れたりとかって言うじゃないですか。まあどう崩れるかって詳しく説明してる人はあんまりいないと思うんですけれど。はい、で、女性は一月に大体75% くらい変わるって言われてます。その割合が。それこそエキサイトしたりとか沈んだりとかっていうアップダウンが、そもその生物学的にそれはあるんですよ、うん、でその脳を騙すっていうのは、だから先ほど自分が言った通り、食事とか運動とか、あと呼吸とか、はい、呼吸めっちゃ大事ですね、はい、自律神経とかってあるじゃないですか、自律してる、要はじゃあ今から、自律神経に呼びかけて、はい、幸福
を感じやすい、セロトニンの分泌量を増やしてくださいって言っても、皆さん、えってなるじゃないですか。ね。いつもは2時間かかる、3時間かかる消化を1時間でしてくださいって、胃にどうやってメッセージ伝えますってなるじゃないですか。はい、そうです、はい。それはもう、コミュニケーションの唯一の取り方っていうのは、まあ、呼吸がすごく重要になってきますし、それとかあとは日常生活になってくるんですよね。だから、その、そもそも体が、まあ、食べたいっていう浮き沈みが激しいとかっていうのは、しょうがないんですよ。で、それに悩まされてるっていうことは、その流れに逆らってるから辛い思いをしてるんです。あ、はい、だからこれ次回のポッドキャストのテーマで話したいんですけど、女性は、大体排卵期から、黄体期のこの2つに分かれるんですけれど、この前後で大体、250キロカロリー前後の需要が変わってくるんですよ、そもそも。でみんなしっかり食べなきゃいけない時に無理して食べないでダイエット続けて、で体はどうなるかっていうと、そのストレスホルモンが慢性的に高い状態になってて、でそこでストレスホルモンが上がるようなことをしたり、それは例えばドカ食いだったりとかね、あとは、なんか無理なダイエットをやったりとかして、そうじゃなくてちゃんと皆さん結局バランスのいい食事と自分の体に正直になってっていう、すごい抽象的な表現で話を終えるから、結局皆さんどうしていいかわからないんですよ。でもそれは今後、はい、ちょっと時間が限られてるので、とりあえず、はい、すいません、お茶を濁すような形じゃないんですけど、ぜひあの2回目の収録でありがとうございます、はい、来てください。はい、大丈夫ですか、他に。ありがとうございます。あゆみさん、他にどなたかいらっしゃいますか。はい、竹崎さんに健康のこともでもいいですし、そういったご自身のお悩み、大人のための健康保険体育ということで、お悩み、体のお悩みでもよろしいですし、何か質問ある方だったら、ぜひね、手を挙げていただければなと思うんですけども、今日はね、テーマとしては、メンタルヘルスであったりとか、SNS との付き合い方ということをね、お話しさせていただいたんですけども、その内容でもいいですし、それ以外でもいいですしね。うん。いかがですかね。もしよろしければ。いなかったら、じゃああれだよ、あやみさん、たてきのフリーコンサルティング受けれるよとか言って、はい、たてきさんのね、フリーコンサルティング、そう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 、そうですね、え、どう、いやでもそれこそ今俺ちなみにサリーチェア座ってる、ね、ああ、はい、俺アップされる頃にはたてきとあやみさんがこう話してるところで、あやみさんのバックはこのハートのね、そう、サドルチェアの、そう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 、あ、サドルチェアなんですね、これ。そうそうそう。違うよ。そうね、そうそうそう。どなたかいないですか、うん、なんか、なんでもいいですよ。じゃあ、うん、そしたらもうすでに上がってる方、追加の質問とかございましたら、ぜひ。ね、これも聞いとこうみたいなのありましたら。うん、おー、そうですね。じゃあちょっと、じゃあその運動、なんか軽くできる運動を教えていただけたら、こう軽く、なんかうつうつしてきた時とか、どうしましょう、それはシチュエーションによりますね、それはジムなのか、それとも自宅で、家でできるのがいいですね、家でできるの、うん、しんどい時の運動ってことですか、ちょっとなんか今日やる気でないけど、まあほら、なんか体動かしたら元気になってくるじゃないですか、はい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 、私毎朝運動するのはするんですけど、うん、多分それ習慣にするのなかなか難しいと思うので、はい、なんかまだ習慣にできてない人がこれちょっとだけ朝これ5分でも10分でもやるとなんかちょっと元気出てくるなみたいな、簡単にできるのがあれば、なるほど、ですね、まず、やっぱ歩くことっすかね、歩行、うん、うん、そう、2個浴びてね、そうそうそう、2個浴びて歩くことがまず大事です。でそこからさらに歩く習慣がある人は、例えばですけど、うん、コレクティブエクササイズとかでよくビジリトレーナーとかっていうんですか、お尻に効かせるバンドとかでやったり、うん、もちろんあれは日本語で大臀筋っていうのかな、 グルテウス、グルーツをこう使うためのそのシグナルをこうね送って、まさにモーターニューロン、運動神経ですよ。正しく普段は歩き方とか姿勢で太もも重心になってるけど、まあそのお尻を使うことをそのバンドとかでやって、あ、なんか骨盤周りが柔らかくなった、あの股関節が緩くなったなっていうのを軽く5分でも10分でもしてから歩く
とかっていうのがすごく、うん、いいですよね、うん、で、まあ、例えば生理前とかのちょっとしんどい時とかは、1時間とか、いつもだったらパーソナルトレーナーとみっちりトレーニングをするっていうのではなくて1時間を、3分割4分割20分のウォーキングを1日に朝昼晩でやったりとか15分を4回に分けたりとか、しかもそれはちょっとそのね、あのスタイルを気にしてるっていう方とかがあったら食後に、歩く、うん、だから満腹だったら歩く気しないじゃないですか、あの、うん、そうご飯の後は難しいですね。そうですね、まあそうなるもんなんですよ、うんうん、インシュリンが分泌されたりオレクシンっていう脳内でスイッチが起こって、うん、で食べたらこうだらってしたくなるものなんです。でもその、うん、腹八分目っていう言葉がある通りこれ食べてもちょっとね隣の駅まで歩いても気持ち悪くならない程度のその食事量ってだんだん意識してきたら見えてくると思うんですよね、うんうん、だから手っ取り早いのはそういうまあ動的ストレッチとかその動きながらやるね、こうゆっくり伸ばすのではなくて体をこう跳ねたり飛んだりとか軽くこうリラックスしたりとかあと常にこう動いたりとかして、でそれであなんか気分良くなってきたなよし歩こうとかで全然 OK です、うん、なるほど、はい、朝ある時間の使い方でね私 朝やっぱり仕事しないともうその食事昼ご飯食べたらもう全然やる気しないんですよ、うん、だからね朝に最近のスケジュール朝もう子供が行ったら12時半まで仕事してで12時半からあの運動してでその後ご飯食べて迎えに行くっていうスケジュールしてるんですね。はい、でね、でも分かるんですよ。朝やっぱり朝一で外行って歩いた方がいろいろこう気持ち的にはいいっていうのは分かるんですけど、なんかその時間がもったいなくて朝やっぱなんか何よ生産的なことしなきゃいけないんじゃないかっていうなんか葛藤があるんですけど、そこら辺のバランスはこれはですね、やっぱ20分でも歩いた方がいい。あ、そうですね。だからこれはあの本当人によるんですけど、うん、あゆみさんあのスピッツなんだスピルバーグじゃねえ、スティーブ・ジョブズが同じ服装、はい、ザッカーバーグとかもそうですよね。決断するのがもったいないって、あれ本当そうなんですよ。ウィルパワーって言ってそれこそさっきのうつの人とかが、もうちょっと問題になってるこのプレフォロフロあのフロンタルコルテックスこの前頭葉で、ここでその人間は無意識のうちに数多くの決断をしてるんですよね。今日朝ごはん何食べてとか何を着ようとかそういうのがある中でそういった制限をなくす、それをリセットするためにやっぱり瞑想をやったりとか運動をして BDNF っていうんですけどね、ブレインドライブニューロファクターという、それこそうつの人とかが変な抗うつ剤を飲むよりも体を動かした方がいいって言われるのはそれくらいの話があって、だから生産性とかプロダクティビティとかやる気を意識するんだったら他的の場合はですよ、朝に、一番しんどい仕事をスケジュールしてますね。そうですよね、はい、そうだから、じゃあ立木さんは運動は どのタイミングでされ、まあ運動っていうかトレーニングを、トレーニングはそうですね、だからだいたいその外実リズムってあるんですけど、サーカディアンリズムで、うん、人の体温とかその筋肉の運動神経とか反応速度とかあと血圧が高くなるのがだいたい夕方の4時5時6時とかそういうところなんですよね、うん、そうだから そこに時間を合わせて、トレーニングをしたりとか、まあ、あのプロのアスリートなんでその1日2回練習する時もありますし、まあ、それは、うん、スケジュールによって違うんですけれど、タレキのバイオハッキングは朝をしんどい、そのミーティングとかあとは交渉とかいろいろスケジュールしてでやって、うん、もうだんだんこう脳が働かなくなってくることところで、あゆみさんのモーニングハウス、タレキにとってはイブニングハウスになるんですけれど、日本の皆さんが朝を迎えて、そう幸せについて語ってるところを聞きながら、あ、こういうことを皆さん目指してるんだなっていうのを聞いてほっこりしながら、はい、練習に行ったりとか練習、うん、その前にやったりとかいろいろあるんですけど、そんな感じにしてますね、うん、でだからそのメインのワークアウトを例えば夕方とかにスケジュールしている人たちはいきなりってなってもやっぱしんどいじゃないですか。だから今タデキはこのサリーチェアに座ったりとか今立ってるんですけど、で常にこう動いてる、でそしてじゃあやるぞよしってなった時にもうすぐウォームアップとかもあんまりしないでこうパッてできるようにしてますね。あ、なるほど。
そうそうそう。いや、勉強になります。はい、だから本当にございます。そうですね、皆さんなんか座り続ける時間が長いっていう、これもね、あのバイオハッカーマガジンに、記事書いたので、そうそう、ぜひ見てください。本当に、うん、あるんですね。はい、読ませていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あと5分くらい。もう一方、今大学院生ですごく体も鍛えてらっしゃる。はい、もしよかったら。ありがとうございます。はい、あ、はい、こんばんは。ありがとうございます。ごめんなさい、途中から聞いたので、その、あ、じゃあぜひポッドキャスト、はい、配信するときは購読したらフルで聞けますので。あ、なるほど。そうです、はい、リプレイ機能はあえてつけてません。はい、わ、はいはい、かりました、はい、ポッドキャスト聞かせてもらいます。はい、そうですね、質問。そう、僕体鍛えてるんですけど、はい、やっぱトレーニングする時間、朝起きてすぐ、な、昼間とか夕方ぐらいやっぱり学校行ったり大学行ったりでどうしてもできないんですけど、はい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 、のトレーニングするのに適切な時間、朝起きてだとやっぱパワーが出なかったりって感じがしたけど、夜だとやっぱ交感神経的なので、あんまりそのいい睡眠が取れなかったり、翌日の寝起きがあんまり良くなかったりするなって、うん、感じがあるんですけど、いい大学の授業とかは大体何時頃に終わるんですか？そうですね、5時過ぎ。あ、なるほど。はい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 。で、はい、じゃあ夜ワークアウトするとしたら大体6時、7時、8時とか、そんな感じになっちゃいますか？そうですね、はい。OK です、はい。で、朝は結構やるのしんどい？朝は、いや、起きてたまに6時ぐらいとか7時ぐらいから行ったりもするんですけど、やっぱあんまり、なんか、追い込めてる感じというか。なるほど。OK です、はい。いろいろその体作りって皆さん、あの、目的によるんですよ。何を根拠に筋肉がついたかっていうのはすごい、はい、難しいんですよね。例えば、はい、健常回数が重い重りを前までは3回しかできなかったんだけど、今週は4回5回できたとかっていうのは、はい、でもじゃあ体側系で測っても女子棒体重の筋肉量はそこまで変わってないって、これって筋密度が上がったりとか、あとは運動神経のモーターニューロンが強くなったりとかしてる場合があったりとか、はいはいはい、じゃあその筋肉の量をつけたい、ちょっといわゆるボディービルダーの方が言うバルグアップとかってなると、あ、はいはい、あの、また違ってきますよね。で、はい、男性に関しては朝、トレーニングしても、全然いいと思います。女性はちょっともしかしたらその周期によってはそれが逆にストレスになる可能性もあります。なぜかっていうと、はいはい、普通に健康的な方が生活してると男性はね、朝の方がテストステロンの分泌量が高いんですよ。いや、そうなんです。そうなんです。はい。はい、で、だから朝いきなりね、起きて、ベッドから起きて、じゃあベンチプレス、何十キロ、何百キロやりますとかっていう、それはちょっとあれだけど、でもスケジュール的に、朝どうしても、はい、ワークアウトをするって言うんだったら、はい、ちゃんと、バランスを取って、あと、怪我を防止しないようにメニューを組んでやるっていうのは、全然ありだと思います。で、夜、ワークアウトをするっていう、なった場合に、これ気をつけなきゃいけないのは、トレーニングによって、その、コルチゾール、ストレスホルモンが上昇しちゃうと、夜っていうのは逆に下がってないといけないんです。朝がピークになってるから、ストレスホルモンが高くなって、で、めちゃめちゃ、ああ、よく寝たっていう感じがあるんですよ。でも、問題なのはみんなスマホとか、はい、ズームとか見てて、で、はい、あ、これぜひ、あの、タテキのリットリンクから、ブルーライトをカットする方法っていうのが YouTube に載ってるんで、ただでできます。ぜひ、そういうのとかをやって、まず、あの、ブルーライトを浴びない。で、トレーニングをして、はい、コアの、体温が上がりますよね。それが睡眠を阻害しちゃうんですよ。なので、ここでできるバイオハッキングは、夜に、はい、トレーニングをした場合、冷水シャワーや、水風呂に入ること。はい。はい。で、これは、逆に入りすぎても、その、先ほど言ったアミン系の物質、カテコールアミンのその興奮物質しちゃうので、その、はい。はい、興奮作用が起き、なんていうんですか、なんていうんですかね、もう寒くて、うわって興奮しちゃうのはダメだけど、うわ、寒い、でもこう、息をゆっくり吐いて、で、ちょっと肌が赤くなるくらい。そう。これで、例えば、晩ご飯で食べた夕飯を吸収するためにインシュリンが分泌されますよね。で、インシュリンっていうのは膵臓のランゲルハンスのベータ細胞でこう出るんですけど、そこからもう一つメラトニンという、ホルモン分泌されます。なので、血糖値が上がった状態、インシュリンが必要とされると、夜ですよっていうシグナルを送るメラトニンが、
効率よく出てこないんですよ。まあもちろんそれって朝起きたバランスからこういろいろ生成のリズムがあるんですけど、でなので問題解決の一歩としてはトレーニングして、でその後夕飯が遅くなってしまう、トレーニングして体温が高くなってしまうっていうところを、冷水シャワーとかで、あとは食事もなるべく、なんていうんですかね、もう食べきれないような量のタンパク質が大事だからって言ってステーキとかを食べるんではなくて、はいはい、そうそうそう、プロテインと固形物じゃない方がなる、まあ別にそれとかしっかり煮込んだりとか、まあ、なるほど、あと、はい、咀嚼を意識して、そう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 、っていうことをして、まあ、バランスを取っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、いやありがとうございます。めちゃくちゃ知らない情報というか、いろいろ新しい情報、はい、すごいなって思いました。そのコアの体温を下げるのに、その夜冷水シャワー浴びるっていうのが本当に初耳というか、全く聞いたことなかったので、大変勉強になりました。まあ、そうですね、大体その、ホメオスタシスといって恒常性の原理で、あ、はいはい、大体その、ね、寝る前の 1,2 時間前にお風呂に浸かると、こう体温が上がると今度こう下がる原理があるんですよね。でそれで、はい、ぐっすり寝れるっていうか、だから直前にもうお風呂上がりに速攻ベッドに入るっていうのは、多分皆さん寝るのしんどいと思います。そういうのは、はい、はい、うーん、だからちょっと それでね、バイオリズムをハックして、効率よくできたらいいんじゃないかなって感じで、うん、そろそろお時間ですね。あやみさんどうですか、こんな感じで今日は。はい、ご質問してくださってどうもありがとうございました。はい、やめっちゃ元気、はい、ありがとうございます。はい、たてきさんがすげえ詳しく教えてくれて本当参考になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、じゃあで今後はですね、あやみさんとあともう一人、たてきの黄金の経験のエピソード19に出演していただいた和歌山ななみさんがエピソード2、モデレーターサイドキックになってもらいます。でこれ交互にね、バイウィークで収録していこうと思います。アナウンスメントとしては、たてきの黄金の経験はデフの方、耳が聞こえない方のために、一応ショーノートでは、文字起こしをしているんですけど、バイオハッカーポズポッドキャストはちょっと文字起こししてると、その編集に時間がかかってしまうので、どん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 スピード勝負で、でも取り扱った文献とかリソースとかすべて、今後バイオハッカーセンター .jp のショーノートに、掲載しておきますので、そこからはい、ご参照ください。で、今後ね、こうやってちょっとスピーカーに上がって質問したい、質疑応答の Q&A は後半ね、声だけ、ちょっと編集して名前とか出ないようにして、配信していきますので、まさに皆さんとコンテンツを作り上げていく形でやっていきたいと思います。あやみさん、ありがとうございました。はい、相変わらず下に一回のななみさんとのね、はい、あの女性向けの大人の健康保険体育は日にちとか決まってるの？まだ決まってない。ななみさんもうお忙しいようで、そう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 。だからすいません、あの SNS だったらチェックすれば、ま、そうそうそう、そういうことなんですよ。ということで、多的なフォローよろしくお願いしますね。SNS のダークサイドを話した後にこういうのもあれですけど。ね、いえいえ、お知らせのためにね、はい、ぜひぜひチェックしていただければなと思います、はい、ありがとうございました。はい、あとラストに、たてきのバイオハッカーセンタージャパン、あの今月に、はい、12月中はサリーチェア 20% オフでございます。うん、うん、ね、ちょっとこれあのサリーチェア、サリーチェアもうね、トレーナー泣かせですよ。そのサリーチェアに座るだけでスクワットとかデッドリフトのフォームが自然にこう身につけられるっていうのと、そう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 、であとはリンパの流れが良くなったりとか、骨盤への圧迫とかそういうのがなくなるので、詳しくはタテキのポッドキャストの YouTube バージョン見てると、タテキの後ろでね、あのサリーチェアの効果がいろいろもうアニメーションで見えてるので、動画バージョンもぜひご参照ください。ということで、あやみさんありがとうございました。はい、こちらこそ素晴らしかったです。はい、になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、バイオハッカーポッドキャスト、バイオハッカードットセンター JP からサインアウトします。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとう。オブリガード。ありがとうございました。